では今日はですね、DJ6 まず作りたいと思いますので、ヘッドを取ってきます。ヘッドはこの中にあるので、はい、DJ6 ね、今度発売になる新しいウェッジです。かっこいいと思いますんで。で、これをまずですね、ヘッドの中をちょっと掃除しますので、中をきれいに、多少中がやっぱり汚れてたりしますんで、そこをきれいに汚れてます。ちょっときれいになりましたので、これをまたヘッドを持って、作業の規定のところに行きます。シャフトを持っていきますので、シャフトがですね、標準の DS91 というシャフトになりますので、これを挿していきます。ヘッドをここに用意しておいてですね、今回56度ですね、56度組みます。DJ の6の56度。はい。そしたら、シャフトをカットしに行きますので、中の方にまずは行きたいと思います。まずはちょっとメジャーがちゃんと合ってるかどうか確認しまして、で、シャフトもですね、カット調が決まっておりますので、35インチのカット調がありますので、まずそのカット調でシャフトをカットしたいと思います。カットを合わせてちょっとカットしますね、はい、でカットをしたらですね、次に先の先端ですね、先端を荒らしますので、でこれもですね、まあ、接着帳がありますんで、接着帳の分だけ先端を荒らしていきます。そしたら次はですね、次はソケットを挿していきたいと思います。でソケットはハンマーで叩いて入れていきます。コーティンはハンマーで叩きますので、ソケットですね、ソケットを挿して、でシェルも叩きながら、回しながら叩きながら入れていきます。でその時にですね、まあ前も言ったかもしれないですけど、隙間ができないようですね、ここの乾面とセルの隙間ですね、ここができないようにセルを打っていきます。少し曲がっていたら多少ちょっと直したりしますので、セルですね、挿入が終わりました。でこの後僕たちは一応長さを見ますので、スケールで長さを見ます。で DJ6 の、56度は35インチですので、グリップを、仮のグリップですね、仮のグリップを挿して長さを、まあ、最初はちょっと目測ですね、確認してですね、35インチ。ありますね。35インチ。ちょうど頂点から組んでたんですけど。
したらですね、続いてバランスを見ていきます。 DJ6 の、56度バランスがですね、 D2 ですね、 D2 になってますの でグリップの重量が 47g を使いますので、まあ、仮グリップをテープの分だけ重くしますから、テープの分が 2g になってますので 49g にします。それで後ろのこのバリをですね、きれいに取ってあげて、まあ、これ取らないとちょっと手に刺さったりするので危ないですので、取っていただいて、そうすると痛くならないですね。で、仮のグリップをはめて、ヘッドをはめていきますが、ここでまあヘッド重量をまず測ります。ヘッド重量が、308g。表値が、まあ、D2 ということなので、今が D1.6 ですね。そういえばこれでこのまま接着に入れますので、接着に入りたいと思います。で、ここで、まあ、フォーティーン独自のおまじないですね。これをまず、ちょうど入るぐらいの大きさにカットしていきます。まあこのおまじないですね。まあ接着するときに、まあ祈りを込めてじゃないですけど、まあヘッドが抜けませんようにという祈りを込めておまじないと言ってるんですけども。で、これを切って、今度は接着剤を出していきますので。出ましたので、これをですね混ぜて、2液混合になりますので、よく混ぜてですね、混ぜてしっかりと混ぜないと塊が弱くなってしまいますので、しっかり混ぜてあげると、はい、でこの状態から、今度は接着をしていきたいと思います。まずはヘッドの中にその接着剤をまあ、まんべんなく入れていきますので、まあ、ここもですね、まあ、あまり入れすぎず少なすぎずという、まあ、ちょっと微妙なところなんですけども、あまり入れすぎてしまうとバランスはちょっと思ったよりも上がってしまうと、で少なすぎるとバランスは上がらなくてちょっとね抜ける可能性もありますので、少なすぎてもちょっといけません。なので適量が、まあ、ここはちょっとやって、なかなか経験がないとわからないんですけども、やっていくうちにすれって皆さん覚えてきますんで。そしたらシャフトにも接着剤をつけて、そしたら今度、これおまじないをはめて、シャフトのインジですね。インジが裏になるように刺していきます。このままグッとですね。で、この状態ですね。おまじないが止まってるので、ヘッドも動かない。回らない。で、このおまじないをカットしてあげて、あとはこの隙間を埋めてあげますね。ぐっと押し込んであげて、余った接着剤をきれいに拭き取ります。よいしょ。で、この時にまあ隙間がないかどうかよく見てですね、隙間がなければ今度はこのインジですね、このインジがまあ構えた時に真裏になるようにとか、そこに合わせていきますので、はい、インジをですねまっすぐにしたいんですので、これでまだちょっと曲がってます。前で見て
て、もうちょっとですね。はい、これでインジがまっすぐになりましたので、あとは最終的に構えてもらって、特にこの接着剤、接着ですね、がシャフトが、まあ、いろんなとこが刺さってないように、まっすぐ刺さるように気をつけていただいて、でこの状態で接着剤を最後きれいに拭いて、ヘッドとかについてる可能性がありますので、きれいに拭き取ってですね、シャフトの方もきれいに拭き取って、でこれでまず接着は終了です。 EJ6 が、接着が固まりましたので、続いての工程に参りたいと思います。まずクラブを取ってまいります。はい、ですね、もう固まってますので、これを持ってですね、 EJ6 ですね。で今接着した状態でですね、このソケットがですね、まあ、端面のところが、ちょっと出っ張ってるんですね。で、その出っ張りをですね、取るために、ちょっとこのソケットを削っていきます。それをちょっと見ていってもらえたらなと思います。で、まあ、傷がつかないようにですね、ちょっとテープを巻いて、中に入れたいと思います。でまずですね、この機械でですね、まあここベルトになってますんで、ベルトが回ってるところで、こう当てながら当てながら、このソケットをきれいに直していきたいと思います。当てながらですね。当てながら。第一段階ですね。第一段階ですね。まずはここの最初の出っ張りのところを取ってですね。で徐々に徐々に綺麗に直していきたいと思いますので。で次は第二段階の削れるところを削ってですね。で徐々に徐々にこう角度を変えながら変えながらソケットを削っていきたいと思います。で、形を見ながら、あ、ちょっとここは出っ張ってるなとかって思えば、そこをちょっと削っていきますので。まあ、セルもですね、あ、ソケットですね、ソケットもですね、まあ、削りすぎは良くないので、もう削ってしまったらもうちょっと終わりになるので、なるべく残しながら、削っていきます。で最終的に形が決まったら、あとは最後、きれいに整えてですね。ですね。まあ、最初の出っ張りをなくして、まあ、綺麗に形を整えて、この状態で次の工程に参ります。続いてですね、バランスを見たいと思います。先ほど接着する前の状態と接着した後の状態のバランスをちょっと見てみたいと思いますので、最初に接着する前がですね、まあ、B1.6。で、今回が今接着して D1.8 ですね。なので、コンマ2ポイント上がりました。まあ、大体接着剤の入れると、コンマ2からコンマ3くらい接着剤の量が入りますので、バランスも大体そのぐらい上がるかなと。ただ、ここまで行くのに関しても、目標が D2 になりますので、残りのコンマ2ですね。今 1.8 なので、D2 までコンマ2バランスになります。その分を、このタングステンの粉ですね。これを
入れてバランスの調整をしていきます。そうですね、粉ですね、タウンステンの粉ですね、ボディが使ってるのは。これをこのヘッドの中にですね、シャフトの中ですね、シャフトの中に入れてバランスを調整していきます。で、この粉をですね、このシャフトの中にこう入れていきます。で、ここ下まで行くように、まあちょっとトントン叩いてもらって、ヘッドの下ですね、ここまで行くように持っていってあげて、で、これで一回も一度バランスを見てあげて、もうそのバランスになっているかどうか、そうすると B2 になっていますので、これで粉は OK なんですけども、このままだと、まあもちろん粉が入ってるんで、普通に逆さまにしたら粉が出てしまいます。そのために、このコルクですね、このコルクというものを中に入れてコルクで押さえる形になります。これを、まあ、シャフトの中ですね、入れまして、まあ、入れた状態だとまた出てきちゃいますので、これをこの棒でですね、奥まで差し込んで、あとは叩いて、ちゃんと出てこないように叩いてあげて、でトントンして、まあ粉が出てないかどうか確認をしてですね、大丈夫であればこれでいけます。でこれでもしあれだ心配であれば、もう一度バランスを測ってもらって、あ、まあ変わってないな、はい。でこの状態からですね、続いてはグリップですね、グリップにいきたいと思います。でグリップを刺しますので、グリップは、うちの、まあ、DJ6 なんで、CH3 の62ですね、 DS91 ですの で、これをまずはテープを巻いていきます。で、14はですね、まあ、前にも言ったかもしれないですけども、下からテープを巻いていきますので、まず下を結ぶと、テープを合わせていきます。で、ここはやっぱりですね、なかなか慣れてる人じゃないと難しいですので、まあ一回巻いてですね、ここがぴったりになるようにというか、まあこの状態ですね、この状態まっすぐになるようにしてあげて、あとはもうこのまま上に引っ張りながら、テープを引っ張りながら、まあ隙間をあまり作らずに巻いていくと。で、この時にですね、まあ多少の隙間はあってもいいんですけども、重ならないようにしていきます。はい。で、ここでカットして、まあ、こういう状態ですね。テープの巻いた状態。で、この状態から、上のこの紙を取ってですね、まあこれは両面テープになってますから、後ろを止めて、この状態ですね。で、この状態からグリップを刺していきたいと思います。で、この時に、まあ14はちょっと独自でグリップの液を作ってますので、まあ、このグリップ液をグリップの中に入れてですね、刺していきたいと思います。まあここグリップは穴が開いてますので、押さえていただいて、この中にこの液を入れて、まあ適量ですね、適量入れてもらって、ちょっとまんべんなくグリップに馴染ませてあげて、でこの状態からこの液をこのグリップテープにかけて、それで挿入していきます。かけてですね、まあ、これもまんべんなくかけてですね、滑りやすくして、でここから勝負なんですけども、スピード勝負でここをグッと刺していくとですね。あとはこの仮グリップと同じ長さになっているんですね、長さ合わせて、そこから綺麗に拭いてあげて、あとはグリップをまっすぐ合わせてあげて、グリップもですね、
なかなか慣れない人がいるとまっすぐは難しいというか、このグリップもですね、目が結構ついてまして、目をまっすぐまっすぐ合わせていくと、目をですね、目がここについてますので、目をまっすぐ合わせてあげると、結局このバックラインがありますので、バックラインをまっすぐに、目をまっすぐにしてあげるとバックラインがまっすぐになりますので、その状態からもう一回握ってあげて、あとはインチですね、この14のマークと上と下のこのこっちですね、ここがまっすぐ合うように入れていきます。で、そこができればですね、もうこれでクラブの完成になりますので、はい、ではこんな感じになると思いますので、これで、クラブが出来上がりました。 DJ6 です。